奈良通京子あの人だ、白い人、あの人だわ。おはようございます、ご参考ライダー奥です。2022年9月12日月曜日午前7時24分です。さあやってまいりました、久しぶりの、ロングツーリング、8月のキャンプツーリングリベンジ、まあ、リベンジとは言いながら今日の行く方向は南方向に行きます。一人ちょっとついてくる人がいます。で、合言葉はやだ。いや、ウケる。もうなんか同じ私といえばこれみたいのってあったらいいけど。いや、やだでしょ。やだ、そんなに言ってない。なんだべ、やだ。ヤヒューって言いながら迷うがい。ヤヒュー、おー、また違う道来た。ヤヒュー。意外とちょっと仕事が盆明けから忙しくてですね。いや、ずっと休みないですもんね。そうよ、何連勤って言ったら13連勤でしたわよ。やばい。休みの日に中標津行ってましたわよ。1時半に起きて睡眠時間1時間半で。まあまあまあ、脳内で変換すればあれはもう本当に同等弾丸ドライブなんで。いや、すごいですよね。ええ、私最初バイクで行ってると思ってたから。そうですよね。仕事あんなこまめにバイク乗りながらメール打てませんか。いや、だから何回か会話続いてたから、あ、もう飛行機のところで時間潰ししてんだろうかと思ってたくらい。ああ、女満別じゃない、いや、どっかなんか日頃ですか。違います。違いました。もう車に運転は任せて、奥はこんなになりながら行ってました。車のこと信用できるのがすごいですね。だって頭いいんだもん。私の運転より安心ですか。安心じゃない。すごいんだぜ、ちゃんと前の日に調べていったのに3回も高速道路を下ろされたんだぜ。ワイルドだろ。夜中やってないですよね、どこだったかここだったとか。え、前の日に道路工事やだから調べていったのに。ああ、そっか。恵庭で乗った途端千歳分岐で降ろされて、行けなくて。はあ、はっきり言って今日これ。が入ってきたくないのね、きっと。これはやべえわ。ここはやばいわ。ああ、何のメリットもね。やめろやめろ。表面予定なんですか。違います、あんた何回ここ来てんですか。羊蹄山はあっち。もうあんたバイク引退。羊蹄山に超失礼。でまた下行っておっぱいとか言うんでしょ。パッキュー。言いません、私下ネタ言うタイプじゃないです。やめていただけますか。あ、もう切れたもん。今日はですね、京子さんは登山靴でバイクに乗ってます。どうしたんでしょう。どうして登山靴なんですか。参拝に行きます。参拝。はい。どちらへ。え、あれ山って読むのか山って読むのか私分かっていいけど、昨日なんか太田山さんって書いてたよ。あれは山は何とかさんの、あ、山田さん佐藤さんみたいに提唱つけたの。はい、この木だけ私分かるんです。何なのこの木は。これは何の木かは分かんないけど、あれいない。あ、本当だ。え、あれここ両方かっこいい。あれなんでだ、割り箸にしちゃったの。
そう、贅沢じゃん。これを割り箸にしちゃったの。今日子マイ箸持って歩いてんの？今日子マイ箸持って歩いてないです。なんだよ。鼻水垂れてきた。鼻に割り箸突っ込んどきなさい。え、もう本当に鼻の下に垂れてきた。来たの。何勝手に人のキャンプについてきて汚い話ばっかりしてきた。僕鼻水の話しかしてないじゃん。お、大きく道を間違えました。あ、やばい、じゃあ豊浦にたどり着かないってことですか？豊浦にたどり着いちゃってるんですけど、はい、私豊浦に来る予定じゃなかったんです。あれ、豊浦目指すって言ってましたよ。いやいや、一番最初に言ったじゃない、はい、マッカリからニセコに抜けて、はい、黒松内って一本橋チャレンジするって言ったじゃん。ええ、こっちじゃないです。じゃないですか、これは。はい、もう行けないです。あの、相当間違えました。あ、そっか、ええ、下が、え、下に行ってるってことですよね。ちょっと何言ってるか分かんないんだけど上に行かないからないです。それもなんかちょっと何言ってるか分かんないんだけど相当間違えました。マッカリで、はい、あそこを曲がって細川たかし歌ってる場合じゃなかったです。間違えました。やばいやばい。でもちょっとどこか分かんない。まあ、全然修正は効くんですけど、ね、走りたくないって言ってたのに走っちゃいました、この道。コーヒーとタイム、そう、コーヒーを飲みたいっていうね、早くコーヒー飲みたいっていう気持ちがルートを大幅に間違えました。ダラツー京子、あーもうやだーって言うじゃん。めっちゃ綺麗で、ララスの人たちは。まあまあ、ピカイチなんでしょ。いや、そう、私、汚いところに行きたいんですよね。行けばいいじゃん、勝手に。でも高いし、なんか汚い男のオスなんて、お酒を持ったきゃいけないじゃないですか。だから、それを考えると、行けないで終わってます。でもなんか、楽しいって聞いたんですよね。俺は行かないよ、絶対。可愛い人行ったらダメなんだ。だから京子さん行ったら大丈夫だよ。まあ、京子ちゃんいらっしゃい、もう待ってた。どうしたの、最近来なくて、もう心配してたのよ。可愛い人が行ったらどう？もう何このブス。京子ちゃん何やってたの？もう本当あんた最近元気なの？彼氏できた？何このブス。ちょっと誰連れてきたのこの子。京子行ったら見せた方がいいよ。テレビつけようかな。お、キツネダンス知らないなんて今ドサンコとして生きてる、うん、生きてる。生きてる。誰が思ってんですか。今ので分かんなかったの。ただ俺がバカみたいにニャン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 って。誰もそんなこと言ってないし。うっそ、はい、だってもう明日の朝礼で言った方がいいよ。皆さんはキツネダンス知ってますか。ちなみに私は知りませんでした。ってそんなにですか。もうやばいよ。CM っちゃ CM だけど、皆さんドサンコなのにキツネダンス知らない人いました。知らない。誰が踊ってるんですか。知らない。いやー、ほんとね、はい、世間の常識的な問題だね。テレビ見ないからかな。電話終わってても気づかないね。ちなみにさ、北海道知事の名前は知りません。うわお。日本ハムファイターズの監督の名前は知りません。マジで、はい、やばい。でもあの人はやばい。大谷選手です。ちょっとやばい。あのね
勉強できるできないとかじゃなくて、有名ですか？やばいわ。分かった、あの人だ。分かった、あの人だ、分かったとかそういうレベルじゃないからもう。やばい。まあ、キツネダンスは100歩譲っていいとして、ノーガムファイターズの監督が、名前が誰で、今呼ばれてる愛称は何でっていうのが、もう普通に考えないで出てくる時点じゃないと、なんだろうな、一社会人として、なんか責任を果たしてないような気がする。本当ですか？うん、正直言うと、生きてんのっていう。知事さんが撮ってて、これと写真撮りたいって言ってなかった？言ってました。でもあれ可愛い、撮りたい。え、絶対に置いていかないですか？撮りたい。痛い。やれ、可愛い。あ、可愛い。フルネームって知ってる？スカル。そう。デビス・スカルノっていうの、スカルノっていうのは、誰の名前？知らない。わお。旦那さん。まあ旦那さんなんだけどさ、友達の名前語ってるわけないんだけど。もうやばいね。お金持ち。京子さん、頑張ってください。頑張ります。あ、石油王か。すげえ。